Thank you.
そうでなし、全然反対やりません。俺は子供時代なら年間ぐらいで送る。嘘だと言ってよ。子供はすごい問題を出してもらう。わらわら、伝説反対。子供に頼め。申し訳なく問題はやっとすごかったな。けば、こっからだ。じゃあ、よし、俺の太鼓キネシスで。人気があれば、目の前にスピーカーへと喋ってもらおうぜ。音楽で押し込む。まさかの日本のサーブが、電気残量は、ただのかかしですな。バックできない限り回避できない。ロボット社会には縁石が疑問というのが分かった。その膨大ですら惑わされる縁石もなく、さっきから画面に動いている。一面に金ほどの彩り、このどれかで、両方の反射が疑問だったのは、電車疑問に縁石だし、ベリフラン、どこからか急にボールが飛んでくるかもしれない。絶望的に動けないキーパ君、もう楽に。してあげて、先輩は期待はしないかな。特訓が、これ尺短すぎたのか。ここで縁石が、縁石のないバリアフリー社会。公園の縁石はいかに邪魔だということは分かった。耳を打つローラーが打ったら助かってた。伝説の心臓で動くんだ。ねえ、待って、おかげで言ってみたけどやっぱまだダメか。誰がこんなところに縁石をいたのを、衝突開始が甘いのはもともと分かっていたので、これまで回避してきたのを見てると明らかきれいな。急に離れたところから見てたら子供が触ってぶっているかのよう。はい、見ました。この方が縁石に引っかかって動けない模様。有罪と、共産党、そこから縁石をなくす運動。全員でジャンプしてもらうようで、資格が、わらわら、嘘だろ、縁石が憎い、縁石が、こんな風には動かないようなんだね。ボードからは縁石の高さと満杯だし、ちょっと周囲に他のマシンがね、ちょっと見てみますね。最後までお願いします。縁石の人が消灯を決めれば動くかね。他、他、他、おかえり、もう360度換気するカメラつける。他、OK、誰もつかない共産党、わら、おいしかった。日本中の縁石を除去しろ、わらわら、おかえり、おかえりなさい、おかえり、おかえりなさいまで。おか、縁石が憎い、おかえりなさい、おつさまです。ケバブ買ってきた、おか、ケバブ買ってきた、おかえり、おかえりなさと、カメラの比較で、ロボットバリアフリー社会を目指して、伝説の縁石もいらない。来年はエンジン駆動にしよう。まさかケバブ、さらケバブレポート、なんとこのせいでバリアフリーから一気に進む景気に、ロボットの人権を、毎年いろいろ課題が生まれるな。よく戻られた、俺一番カリカリな特命、ケバブおいしい。ケバブおでの分は、おいしいよ。ああ、わらわら、伝説なんてただの飾りですよ。精神攻撃に変わってない。他の方で俺たちが去らないと、こいつら動けないだろ。エンジン駆動だったら今頃オーバーヒートで燃えてます。俺はお前のケバブ味でいいよ。ワンパーセンサとかあれば問題ないんだけどな。でも無理やろ。あの無人が体当たりするぐらいしかないのか。頑張れ。セキュレーターの中に安全に走行するっていうのも多分何から本質保管はできないと思う。暴走したら大変でしょ。選挙の大戦ってそうだよな。見てるだけ。最終力エンジン音。電石は憲法違反。もう一つバンパーでもつけとけば。この規模広大だけみたいです。ケバブが悪いよ。そらなくかのロボ自体でしたらな。マジかよ。わらわら、今初めてるのは、この規模広大だけみたいです。最後か、大体4回もで、うわぁ、無人軍、タモキンを演じてもらえない？歌は何のか、もう終わってるのか、わら、あ、ないけどね、わら、そんなかーん。最後か、街中でロボットを実験できるのはここぐらいだものな。うわはよ、そうか、キバガラスとか、走ってるというのかごめん、止まってるのか走ってる。純粋決断だ、キバー、最後まで付き合って、ここでまさかのトランス。ラストワンか、もうダメかもね、スカートを演劇を確認していたバンパーを、そのバンパーで引っかかるようになるね。最後ね、最後ね、俺のケバブも取り越してるね。これがラストか、スタート地点にいるじゃないか。いや、実質ここがゴールだね。最後の希望が、走っているというのか。ああ、完全に目もここに集まるな。計画的ではあるのかな。メンバーがロボットの前に立つのは普通違反。ここがゴール地点にしてあげてよ。みんなで割って、これ周りの人が障害物判定食らってない一ゴールしてもいいよね。もうゴールしてもいいよね。さらまた、ケバ、もうやめは動く気がする。わら、本当に、涙出てきた。迷うな、はやぶさみたいに1ビット信号を送信するんだ。諦めんなケバ、駅前でこれだけロボット走ってるのに、やりうまいタイムを奪ならではだよね。残念だけどもう終わりね。タブレスカメラが移動すると奇跡的に復旧する。もうやめは動けしょう。わら、カメラが動けば動き出す。もうゴールしてもいいよね。もう仕留めてないタイミングで動く気がする。僅差、わらわら、もういじった後に動くんですね、わかります。割れた、僅差、わら、はい、僅差で、もうちょっと千葉高台の様子を。受け取った、わら、別れた、お前ら、わら、今さら千葉から離れたくないしな。わらわらでも見てて辛いし、わら、猫さんの悪人に期待、これは僅差。
千葉工大は先ほどの群馬との戦いのあれもありますからね、奇跡的な復旧があるかもしれません。そうそうそう、さっきは12分で抜けたんだけど、ね、やばい。データ取り用の機体なんですね。これあれでこうデータを取ってこんな道を走るからねって教えてあげるっていうということですね。放送を見ている方は分かると思うんですが、防衛大学さんの記載はですね、一発目は遠赤にゴザーンと当たるんですけど、一回バックして二回目からはですね、ちゃんと下を見るみたいでですね、こう10センチぐらい手前でキュッと止まってっていう、そういう操作をする、なんでしょう、なんかぶつかったら下を見るっていう機能があるマシンもあるみたいですね。いつも見ているわけじゃなくて、結構派手にぶつかった後に注意するっていう、そういう感じのマシンもありました。Thank you.
と言いつつもですね、その素晴らしいと思われた千葉工大さん、千葉工大さんじゃない、防衛大学さんもですね、速攻の溝がですね、あの蓋が見えてなくて、溝が落とし穴が開いているように見えてしまってですね、なんでしょう、道路の速攻を渡ることができないみたいな、そういう謎挙動もあったので、どこの機体も結構ギリギリのところで、クリアしているっていう感じですね。はい、というわけで、では一回スタート地点の方には戻ってみます。あれ、新200が来てる。全部を自作しようとするとかなり大変になってしまうので、シニアカーだと、もうボディを作る必要がない、ソフトウェアだけでいいという。あ、なんかいろいろ来て、いろいろ来ましたよこれ。はい、これ明治さん来ました。これ明治さん追ってみましょうか。これ明治さん足がかっこいいんですよこれ。
音合わせはしてないモードなんでしょうか。人は適宜動くんですね。あのケバブ屋さんの横にいた人はこっちに動いてます。はい、なので、どこにいる人を探してくださいと言われているわけではないのです。探して戻っていくっていう、そういう競技です。タイム競技というかですね、人間が触っちゃいけないので、全部自律制御で人工知能で人工知能行って帰ってきて、5人人を探して帰る。で競争50台出動して、多分5台も完走しないと思いますね。今あそこで迷ってますけど、何も高いですね。何も高いですね。ああいう人が、オレンジの帽子かぶった人が5人いるんですよ。あと、あの辺と、あそこにいますね。オレンジを認識するんですか。一応そういう。オレンジを着てた僕よ。あ、なので結構ですね、途中で赤い服着てる人を一生懸命追かけましたね。なるほど。結構ありましたけど。はい。生中継？はい、そうです。大丈夫なんですか、ね、まあまあまあ。はい。どうぞ、来てください。足も自分で。そうですね。自分へ。はい。はい。はい。今はですね、一通り競技が終わって練習走行中なので、データ取りをしている感じですね。
で多分ですねこの感じだと10メーターぐらいこう地図と実際の位置に誤差があってもうちょっと先に行ってから左に曲がろうとしているんじゃないかなというそういう気がするんですがどうでしょうかね。まっすぐ行こうとしているのを見ると多分もうちょっと先まで行って左に曲がるつもりなんじゃないのかなっていう気がするんですがどうでしょうか。なるほどね。アーコンフィのカメラから沈みないとかおじいちゃんそこは道路じゃないのよ。コロッケの高さ起きない研究精神さすがです。今日のうちにデータ集めとかないとね。誤差でけえな。この後壁をぶっ壊します。反射する金属が逆転かもね。そうかもね。結構ですねこの足元の何でしょう、あの展示ブロックとかですね落ち葉とか結構スリップしたりするとですねこう自分の位置がちょっとずれちゃったりするんじゃないかなって気がするんですが、あ、まあ、でもあれかレーザーレンジファインダーでやってるとデータベースでやってるかまずなんだけど、ですね、AI で学習させるっていうやつもですねどういう条件でどういう学習をするかのプログラムを組んであげないといけないので AI という言葉はですねそんなに魔法の言葉ではないというところなんですね。はい、GPS は、精度的には当てにならないので使ってなさそうな気がするんですが、マップに対して今自分がどこにいるかの制御をどうやってるかですね。GPS を使ってるチームもあれば使ってないチームもありまして、このマシンはですね GPS のアンテナが見えないかな。 GPS は使ってないのかな。使ってなさそうですね。レザーレンジファインダーだけなんでしょうかね。ここでも遠赤線が始まってますね。これですね。なので結構この看板はよく高さがあるのでよく見えると思うんですが、縁石は高さがないので結構なかなか見つけるのが難しそうな感じはしますね。
故防止のため階段に近づきそうになった場合には手動停止、緊急停止をかけなければいけません。ダメだなこの子、防衛台が何時に検査しかってた。いけなくてもな、階段に突進しましたが、ごめん、寒そうです。追いかけの分とかも強制回避、インファント配備準備が使ってますよ。クリアの電車で行きたいと思います。しなければいけないという話なので、あれ実装するのって結構大変だろうなと思いますけど、このシニアカーはあれですね、オリジナルのハンドルがそのまま生きてるからちょっとシュールな感じになってますね、これね。もう一台来ました、これ。これ喋ってそうですけど、
目の前を自転車が通ったので止まったんですね。はい、賢いですね。かなりオリジナルの構造が残った状態です。ちょっと話ができている、これは大学のマシンですね。ちょっと行ってみたいと思います。はい、千葉工大さんまだ溜まっておりますね。奇跡はまだ起きていないようです。ですね、このチームは、マシンの上部に白い円盤状のものが見えます。あれおそらくあれ GPS ですね。で GPS センサー以外に、レーザーレンジファインダーを使っているっていう感じ、レーザー距離計使ってる感じですね。でそれと多分プラスアルファで、人を探すために、ウェブカメラ、光学カメラを使っているという感じなんではないでしょうか。ちゃんと喋ってる声聞こえますかね。あんまり聞こえないかな。なっているような気配でしょうかね。なかなかスタートステージに戻る戻ると言って戻れてないですけども、ね、ボイみたいな。ですね、ルンバベースのマシンがいたような気がするんですが、ちょっとスタート地点の方に戻ってみてみますか。戻る方向に行ってみましょうか。戻って、
あれでも戻ってきてもみんな練習倉庫に出払ってるんですかね。出払ってないんだったらちょっと、カメラで紹介できなかったチームをちょっと紹介してみたいなと思うんですが、という雰囲気が出てます。去年もそんなコメントがありましたね。結構ですね、普段の運動不足の成果が発揮されましたね。あ、いない。いない。こういうボコボコした地形はテストにもってこいだね。あなたのセンターもこういうコンコースあるよね。消えた。さようなら。人、電話か。電気帰ったか。持って行ったのでは。リタイアかな。ヘイタトンキン。千葉工大はいませんでしたね。お、なんかかっこいいマシンが来てます。はい、なんかカラフルでかっこいいマシンですね。あのマシンのリアタイヤは私の三脚のタイヤと同じかもしれませんね。
なんかこう有線でつながっているとか無線でつながっている端末を持っている時点で、コントロール制御を外部からの制御をしていないという証明が難しくなるので基本触らないという話になると思いますね。お、もう一台来てますね。あ、これあれですね、あのお子様用バギーをベースにしたマシンじゃないですか。はい、お子様用バギーをベースにした。これハンドルがないので無人感が出てないですね。はい、これは上に GPS のアンテナがついていて、これがレーザー距離、あ、これ3次元なんとかってやつですか、これ。はい、はい、赤いボタンはね、自爆ボタンではなくて、緊急停止ボタンです。完全自動運転で、ゴールまで行かなきゃいけないんですが、危険な状態になると、あのボタンを押して止めないといけないです。はい、あのボタンを押してしまうとリタイアになります。失格になります。っていう感じがちょっとしますね。中身がこんな感じだったとはちょっと予想外でした。コンテストに出てたマシンじゃないですか、これ。これいたんですね。
スロボットカーコンテストは優勝できたのに、つくばチャレンジは優勝できなかった、完走できなかったんですよね。見かけませんでしたもんね。はい、はい、あのマシンはですね、 GPS ロボットカーコンテストでは優勝したんですが、つくばチャレンジではですね、私のカメラに映らなかったということはですね、このスタート地点の公園を出れなかったということになりそうですね。運河さんっぽいもいませんね。持ち込みアンテナの以前の問題で、あれですね、おそらく GPS ではどうなんだろう、難しいんじゃないでしょうかね。これはシニアカーの中身なんでしょうかね。かっこいいですね。ボディがないとちょっとどこのチームだったのかよくわからないですね。43番、はい、43番、あ、結構バラすんですね。そうですね、はい、上下バラさないと重いんで、あ、上下の箱に入れて、あ、箱もガッチリとした箱で、はい。ちなみに今日はどの辺まで？今日はトライアル完走して、はい、表の道に出るところでちょっと見失って迷っちゃったので、とりあえずトライアル完走です。一応公園は出れたということで、はい、あれ人は見つけられました？はちょっと今回プログラムのシステムが間に合わなかったので、なるほど、まあ、ちょっと来年以降あればまたトライしたいと思います。ということで頑張ってください。ということで、じゃあどっかいろいろとインタビューでもしていこうかなと思うんですが、3倍速そうなチームもいますので、ちょっとインタビューできるか行ってみましょうか。はい、はい、じゃあ皆さんの大好きなマシンを。お疲れ様でした。これはこのマシンはもう映った瞬間からネットの視聴者に大変評判が良かったマシンだったんですが、今日 どの辺まで進むことができましたか？一応距離としては 80m、 記録はそう出たんですけど、そうすると人を探し始めるあたりのエリアですか？ああ、まあそうですね。ただちょっと、はい、そこで障害物とぶつかって終わっちゃいました。なるほど。ちなみに、順調にいけば人探しまでできそうなプログラムの実装までは行ってましたなんでしょうか？プログラム的には人を探すっていうことは考えてたんですけど、そうですね、人が見つけられてもそれをロボットが動いて見つけたよっていう風な行動を取るってとこまでは作ってないです。じゃあ近づいて
止まるとかそういうところ調査はできないです、ね、まだ。じゃあ、人を見つけるっていうところまではできていて、はい、見つけたよっていうことがちょっと画面の方では分かるんですけど、それ以上のことはできない。あ、じゃあそれが、まあ、次回以降。そうですね、課題と言えますね。あ、分かりました。これ結構毎年見てるんです、見かけるマシンなんですけど、4年前から出てるみたいで。じゃあこれはもう来年もこのマシンが見れると思っていて。多分見れます。じゃあまた来年も楽しみにしてますので、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、質問ありがとうございます。はい、この印はですね、車検場ですね。順番にこの枠の大きさにはまるというか、この大きさの、この枠の中に入るサイズでちゃんと作ってきてますかとか、そういうことですね。ちなみに二足歩行とかもいないのかな。僕の部署も他に皆さん話を聞いてみたいチームはどこかありますか。今年二足歩行いたんですけど、まだ走ってるのかな。これペット用のリードですよね、これね。明らかにこれペットアップ買いですね、これね。赤い方は後ろから押してる。赤い方は棒で後ろから押すのに、白い方はリードをつけて引っ張っていくという。してみたいところのチームはありますか。っていうか、まだ走ってるチームも結構あるのか。でしょ、走ってるチームあるみたいなんで、ちょっと行ってみましょうか。あ、やべ。
しまいましたね。いや、筑波大学だったら入れるんじゃないですか。あの声は佐藤ささらの声に似てる気がするんですが。何か喋ってるのは確かなんですが、見えて泣いてる？なんか見えて言ってる気がします。あ、なんか前にですね、ちょっと見覚えのあるマシンがいるんですけど。あのマシンは、このマシーンが、はい、最終走ですね。調味料はこっちもだけどね。
誰だよみたいな。あ、声は入ります。あ、やっちゃった、はい、やっちゃった。東京高専頭おかしくなって。終わった。あ、やべ、東京高専なんなっちゃった。ここに書いてある。ありがとうございます。やべ、騙しとった。ウェイポイントを通過しました。発見しましたを声出してちゃんと多少の雨ならやるんじゃないですかね。土砂降りではやらないでしょうけど。あれですね、ここにいたあのオレンジの人、なんかもう撤収しちゃったのかなと思ったら、やっぱりこれ移動してましたね。こっちに移動してますね。はい。なので結構ですね、どのタイミングでどう移動するのかさっぱりわからない感じなので、はい、なかなか。はい、今千葉さんはあそこにいますね。千葉さんはこちらです。さあどうしましょうか。例えばですね、今はもう日陰になっちゃいましたけど、寒いので日向を狙ってちょこちょこと動くとかっていうのはありです。あと西日が眩しいので日陰に動くとかっていうのは、そのオレンジの人は勝手にやっちゃう。見にくかったかもしれないですけど、今2台のですねロボットがいまして、東京高専さん順調に2台をクリアして、はい、走っております。ちなみに1回目はどの辺まで行かれたんですか。はい、1回目はどの辺まで。まあ本走行だとあの辺で終わっちゃったんですけど。あ、それでもさっきあそこで止まって。なるほど。ちなみに人を探すところまではでき、検出はしてるんですけど、はい、その人のところまで行くっていうのはまだ入れてない。あ、なるほど。さっきもあそこで見つけてはいるんですけど、あとはその発見したっていうのをアピールできればポイントになると。止まって、ある一定の距離内で止まってやればいいんですけど、一応発見しましたっていうのは喋ってくれるんですけど。あ、喋れるんですね。はい、なるほど。ちょい自立走行してますみたいなことで、はい、それの一環で、その発見したら発見しましたっていうふうに言われるので。公園を出れるでしょうか。また青春の味。はい、あと公園を出れれば、あ、公園出ますか。公園を出るところまで行け。行きたいですね。あそこの線は越えたい。もうちょっとやで。行けるぞ。え、すごい上手いですよ今。嫌いだ。こんにちは。嫌いだ。頼むよ。頑張ってる。
1メートル手前まで不安ですから、ね、そう絶対自立登校を行っています。ご協力ありがとうございます。やっぱり本当にね、最悪だっけ。あれはウェイクインを通過しました。広がってるぞ。これは広がってる。よしよしよし、このままいけるぞ。超怖い、マジ怖い。やばいやばいやばい。よし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 、いけるぞ。反対中です。ガスね。反対中です。ガスね。時々考え中です。はい、今これ白線のところで今止まりました。よしよし、はい、来ました。公園を出てるところまでが待って、はい、あとはここから、ここからちょっと行けないんで、まだ行っちゃいけないんで。あ、そっかそっか、まだトライアンスロットやってるんで。あ、じゃあこれ、これは来年も壮行会の時にここまで来れないと外に出れない。はい、そうです。今日は大丈夫なんですけど、今日はここまで来たから来年出ちゃっていいってわけではない。来年もここまで来なきゃいけないっていう大変ですね。いや、まあでもただここまで来ることが証明できたんで、来年はもう外に出れるんじゃないかと。超嬉しいんですけど。おめでとうございます。はい、じゃあ来年もお待ちしております。ちなみにこれバッテリーがラス1です。はい、最後のカメラバッテリーとかですね。ちょっとカーディガンだとちょっと寒い感じになってましたね。ジャンパーも欲しいですね。
から来たチカチカはですね、隕石の餌食になったみたいですね。あ、でも 20m 地点は通過しているのでスタート成功していくことにはなってますね。はい、まあ、あの遠石を乗り越えられそうなあのキャタピラー式のが1台いましたよね。あの災害救助ロボみたいなよく見かける2本のキャタピラーの腕が出ているマシンはいますね。それも赤いマシンなんですけど、はい、そのマシンちょっと探してみますか、それともこの宇都宮プロジェクトさん見ますか。はい、そうです。電動キャタピラーで腕と足がついている。キャタピラみたいですか。マシンを探しに会式に戻りつつ、そのキャタピラのマシンいますかね。結構ですね、撤収始めちゃってるチームが多いので、あのサイバーダインアリーナという、はいはい、閉会式始まるようですね。はい、サイバーダイン社はあの
あれですよ、あの身につけるロボットですね。あ、キャタピラマシンはちょっともう撤収しちゃったみたいですね。それではただいまより遊佐委員長から本日の結果を発表いたします。遊佐委員長お願いいたします。ご苦労様でございました。無事本走行が終了しまして、私自身はほっといたしております。大変いい結果で満足しておられる方もおられるだろうし、もうちょっと走れるはずだったというふうに思っておられる方も多かったと思います。今日だけに限らずですね、今年も1年間今日含めて10日間実験走行や本走行をやったわけですけども、いろんな技術を見せていただきまして、またいろいろなケースを見せていただきまして、私も勉強になりましたし、みんな皆さんともどもいい経験ができたというふうに感じております。何はともあれオフィシャルな結果でございます。課題達成が全部で5チーム、おー、今年多い、4チーム、すいません、はい、チャレンジ、つくばチャレンジ2014の課題達成が4チーム、ロボット番号1437-2、尾崎研究室チーム、それから、ロボット番号1432、筑波大学の知能ロボット研究室ロボリン JP というチーム、それから拍手してよねそれから1446の1防衛大学滝田伊達研究室のチーム、ロボットスマートランペイント、それから1408群馬大学水場チーム、この4台のロボットがですね、チャレンジ課題を達成でございます。実は一部の方にご説明をしておりますけども、私の思いとしては、実は去年に比べてね、今年はだいぶとにかく運用上は少なくとも課題が難しくなっているというふうに、そういう運用をさせていただきました。でそこでですね、多分実は今年の運用をすると、去年は実は課題達成したチームはいなかったという気が状態でございまして、このトップの人たちの、技術レベルがかなりきちんと上がったんだなというふうに思わせられました。と同時にですね、実はそれに今日はたまたまそうはいかなかったけれども、全体にある昨日までの記録走行でもですね、大変レベルが高かったというふうに思っております。合わせて次続きましてですね、自立走行が達成したチームが、1425刑事と愉快な仲間たち、1446-02防衛大学タクサーラテ研究室、1401スマニアプロジェクト、1431筑波大学シナロボット研究室、サラゴーカケバハンドチーム、この4チームがですね、自立走行っていうのは実は、全部探索対象が見つけられなかったけど4つしか見つけられなかったというチームもあるし、実は探さなかったっていうチームもあるわけでございますが、この普通に一番短く走って 1.43 キロっていうふうに計算をいたしました。そのコースを自立走行をきちんとしっかりとしたわけで、実はそれだけやったチームに合わせて8チームいたというのは、素晴らしい全体の技術力だというふうに思います。それ以外で実は記録認定という意味ではですね、記録認定という意味では、確認走行していた区間、トライアル区間と呼びました。そのトライアル区間を自立走行されたロボットがですね、全部で8台かな、今の他に8台あります。確認走行ではちゃんと走れてたのにという思いのあるロボットも、もっとはるかにいたというふうに思いますが、素晴らしい結果であったというふうに思います。で、改めてこの、今日についての印象はですね、改めて後ほど交流会でもご説明いたしますけども、実はちなみにね、例えばここら辺にある千葉大学、どこだったかな、43番千葉大学のチームはですね、実は第1エリア内で
走行失敗ということになっておりますが、大変運悪く他のロボットと遭遇して停止ボタンを押しました。で、まあ、その後、また停止ボタンを解除して走り続けた結果、ちゃんといくつか見つけてゴールまで帰ってきましたというようなことだったりしております。あるいはそれと同じように、まあ、実はゴールまでは帰ってこれなかったけども、ずいぶん遠くまで行けたというようなのがですね、まあ、運悪かったというチームはあるわけでございまして、それは最初 の開会式の時もあり申し上げました、運が悪かったというふうにみんなで同情してあげましょうではありますけど、その意味でそういうチームがそれなりに数がいるという意味ではですね、全体に大変レベルが高かったというふうには感じております。ご苦労様でございました。委員長ありがとうございました。皆様本日は大変お疲れ様でした。以上で結果発表は終了となります。その後17時からつくば国際会議場2階202会議室で表彰式と技術交流会を行います。参加チームの皆様はぜひご参加ください。技術交流会に行く前にまず一旦撤収していただいて、荷物は車に積むなり撤収をお願いいたします。それから名札はですね、技術交流会が終わるまでつけといていただいて、技術交流会が終わりの時にまた来年使う可能な限り使いますので、受付にお返しください。よろしくお願いいたします。